スラスト玉軸受けスラスト自動調信コロ、軸受けスラスト軸受けは、回転する物体の軸方向に働く力を受け止める軸受けである。スラストベアリングとも言う。平歯車、滑車では、円周方向の力を支えるラジアルベアリングのみで、用が足りるが、ハスバ歯車、カサ歯車、ネジ歯車などでは負荷のかかる回転時に、軸方向に力が働き、 噛み合いを減らすように採用する。この結果、イオンを発したり寿命を縮めたりする。これを防ぐためには、スラスト軸受けが不可欠である。ボールベアリングには、スラストベアリングといって、単純にスラストだけを受ける構造のものと、ラジアル方向の力も同時に受ける構造のものが、存在する。後者は、アンギュラコンタクトボールベアリングともいい、一般的なところでは、 自動車の車輪の付け根等に用いられている。円錐頃軸受けには円錐台形の頃が用いられ、強大なトルクの伝達軸に用いることができる。天動体の種類とその配置により、下記の種類がある。基本的には、軌道板、天動体、保持器から構成される。軌道板は軸側に換合する軸軌道板と外周固定側に換合するハウジング軌道板がある。 日本では主要戦法を含め実で規格化されている。メーカー間の互換が図られている。ありがとうございます。